はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。さあ、今回は楽天モバイルの話題になります。今回は楽天モバイルの回線申し込みルールね、元気なおじが前回の動画で楽天市場でね、抱き合わせ販売端末と楽天モバイルの回線をセットで、お申し込みすると1万2000匹ハンドがね908円で買えるとか、あといろんなアンドロイド端末なんかも安く買えるよね。でそれってeSIM で注文した場合、開通作業をしない限りそのままなんだよね。開通ならないね。で回線情報電波発信しない限りその課金対象にならないよね、とりあえずね。で、あ、じゃあ1人5回線まで申し込むから、じゃあさマックスで、5個端末をもらえるんじゃないのってね、申し込むね、お申し込みね、とにかく楽天モバイルの回線のお申し込みが条件になっているので、お申し込みだけすれば、その後のことは何も書いてないので、とにかくお申し込みをして、でその SIM を受け取ったかどうかね、受け取ったら5日以内に発送するよっていう、そういうルールなんで、だったらこういったキャンペーンね、5つまでじゃあ使えるんだねってことで、じゃあ eSIM で注文して、でお申し込みだけして、ね、開通しないで5回車までいけるじゃないかってね、そうやって情報そうなのかなってね、前回の動画でちょろっとこう言ったんだよね。そしたら実際ね、こんなコメントをいただきましたね。失礼いたします、準備中は並びません、1回線準備中なら以後回線契約はできませんですね。他の格安 SIM 回線屋さんも一緒、開通してから次の回線契約を申し込みできます、ネットからは、ね、そんなわけで、あ、そうなの、楽天だけじゃなくて他のとこもそうなのと思って、へーと思って、で元気なおじいが試してみたんだよ。今回線開通しないでもう1回線じゃあ、で行けるところまでシミュレートで注文してみようかなと思って、でカートまで入れられるじゃん。でログインした瞬間にこれになるんだね。前回の申し込みが契約者情報の検証中のため、この申し込みは実行できませんということで跳ねられました。なので、とりあえずちゃんと1回線ずつ開通をちゃんとしないことには次のお申し込みができないということが分かったんだよ。じゃあそこでね、元気なおじいが一つ疑問に思うことがあるんだよ。それが何かっていうと、こちらでん、その前にこちらね、元気なおじいもう2日経ってるんだけど、なかなか発送されないんだよね、これね。で発送待ちだけど、レントが入荷待ち状態、注文時にキープされているのか、おじいの分として、それとも行き当たりばったりの在庫管理だから待ちなのか、そこを教えてほしいっつってね。17時5分に縮小が17時42分ね、8分前なんだけども、いまだに返事が来ないね。他の質問だとそこに来るんだけど、この質問がね来ないんだよ、ね、レントだけね入荷待ちになってんの、ね、はい。それでね、これで大丈夫？大丈夫。うん。30秒ルールね、こぼしても30秒以内だったら大丈夫ルールね。おじいのところでは30秒ルールなんだよね、うん。ポロンと落としても30秒以内だったら大丈夫ね。麦チョコばらまいちゃった。よいしょ。はい、先日の影丸さん、このコメントが頭にパーンと浮かんで、って思ったんだよ。どういうこと？と思って、まずね、こちらを見てください。楽天市場のキャンペーンで、ハンド980円ね、キャンペーン申し込みました。そしたら竹前さんは引っかかる要素が何もないのにキャンセルになったんだね、なぜか端末だけキャンセルになった、ね、
これってあの楽天モバイルの SIM と一緒にキャッシュにならないでよね、管理が別々だからね。で、だから、楽天モバイルの方の SIM はもう eSIM は受け取っているのに回収できない状態で、端末だけ発送キャンセルされたった、ね。なぜか端末だけキャンセルになった。楽天市場に聞いたらキャンセル処理済みみたいだから、回線解約して新たに1万2000円クーポン使って購入した。楽天側のトラブルみたい。楽天頼みますよ。で、この影丸さんの場合はこのコメントした時に手元に eSIM があったはずなんだよ、これね。で、その後にね、いやそんなの、受け取り拒否で返せばいいよって言ってね。で、そうしますって、次の日そうなったんだけど、でもこれおかしいんだよね。なぜか端末だけキャンセルになった。で、キャンセルになったから当然あのクーポンはまた使えるように戻ったってことなんだよね、問い合わせをして。それで新たに1万2000円クーポン使って購入した。で、購入したんだよね。だから購入した。で、楽天側のトラブルみたい、楽天さん頼みますよなんだけど、で、この影丸さんは受け取り拒否で SIM を返却して、で、また楽天の前に一緒に持って一緒にしたと思うんだけど、それって意味あったのかなって思うんだよ。どうなんだろう。そういう事情だから、やっぱりその楽天市場の注文日時、それ以降に注文してないとまずいのかな、これって。どうなんだろう。だからさ、そこのとこなんだよ。楽天市場の注文ね、クーポン使った980円の注文をして、で、楽天モバイルの方にそのまま流れていくじゃん。で、ログインして、で、 SIM をカートに入れるわけじゃん。で、 SIM をカートに入れたら一回そこで離脱して、で、またあの楽天市場に行って、で、あの2000円もらえるクーポンね、圧縮クーポンをポンって入れて、で、また戻ってきて注文すると2000円ポイントさらにまたもらえるっていうね、その裏技ね、昨日紹介したと思うんだけど、で、それって一回離脱してもそこにカートに入れたのが残ってるからっていうね、それで OK なわけじゃん。結局注文さえしていれば OK なわけじゃん。で、この影丸さんの場合はこれ不思議なんだよね。受け取り拒否で突っ返す前にこれクーポン使って購入したわけでしょ。で、クーポンして購入したんだけど、楽天モバイルの注文をこの時はまだしてなかったってことでしょ。これしてたらおかしいもんね。だって開通してないのに注文できないでしょ。で、これって楽天市場のさ、サポートどういう対応だったかわかんないけど、楽天市場でハンドを注文した。で、その流れで楽天モバイルの SIM を注文した。で、これが手元に届いた。でも、こっちの方がキャンセルになって発送されない。だから、もう一回注文し直してねっていうことで、もう一回注文したよってことなんだよね。なので、こっちをだから、もう一回だから回線を解約して、だから回線を解約して新たに1000ポコンで購入し、ちょっと待って、回線を解約してって書いてあるな。ん？影丸さんどうだったんだ？この後にそんなのすっかりしばいいよって言って、わかります、そうしますって言って、どうなったかわかんないんだけど、これ、回線解約してってことは、回線解約っていうのは回収しないとできないわけだから、どうなんだろう。だって一回回線解約するためには一回強制回通をして、それで解約処理しないと、だからそこで980円発生するんで、2回戦目だから。どういうことなんだろうね。で、楽天モバイルのなんかシステムのトラブルでって言ってるんで、だから そっちの回線の方は生きたまんまでもそれで注文してるんだから、それで発送してもらえばそれで OK なんじゃないのかね、本当は。だって楽天モバイルのサポートでしょ、楽天市場のサポートでしょ。だから楽天市場が
あのキャンセルで、で会社の方はやってくれないね、あのやってくれないからそっちの方で自分でやってってことになるから話し合えるよっていう、そういう流れだったでしょ。だからこの楽天市場としてはもうその前回注文した流れで影原さんにはちゃんともう eSIM がもう到着してるっていうね、到着がもう確認できるわけだから、だからもう一回クーポンで申し込んで、それでもう確認できてるんだから、それで発送しまして、でその処理でいいんじゃないのかねって思うんだけどね。だってコンピューター処理じゃないんだもん。おかしいでしょこれって。だって楽天市場がさ、楽天モバイルにそのここのねお客さんがだからその指紋が届いたかどうかっていう証拠をかけるわけでしょ、そのアカウントで。で到着済みっていうのが確認できましたで、その連携だけで発送するわけだから、機械が自動判断してね、ロボットが送ってるわけじゃないから、だからそこのところで本来だったら楽天市場で消えたらキャンセル処理みたいになっちゃったから、だからもう一回そのクーポンを取得して注文してくださいで、で、もうお客様のところにね、お手元にもう先に届いちゃったのを確認してるので、なので、すぐにハンド発送しますで、この流れで OK じゃん。そう思わないね。でここは楽天モバイルの会社をね契約したとは書いてないんで、その今の会社にどうするのって言ったら、話し合いみたいですってこう言ってたから、だから話し合いじゃなくて、そんなの受け取り拒否で返しばね、だから受け取り拒否で返しても回収して持ってってもらって処理するのに2日ぐらいかかるからね、実際ステータス受けるまで3日ぐらいかかったかな確か、それぐらいかかるよ、とりあえず、まあ、バタバタしてたらね、もっとかかるかもしれないけど。なのでね、影丸さんの場合ねどうなったんだろうね。だってどの道さ、返したよっていうやつが開通中じゃん、要は開通中とかまだ開通してないわけだから、だから次の新聞が注文できない状態じゃん。だからそうでしょ。で返却じゃん。だから返却してその注文がね受け取り拒否でキャンセルになって、それが終わらない限り次の SIM の注文ができないってことなんだよ、これって。これでしょ、でしょ、分かるでしょ、これ言ってること。だどうなったんだろう、この影丸さんって、これどうなったんだろうね。キャンセル処理済みみたいだから、会社に解約して新たに1万円クーポン使って購入した。ここもう事後報告になってるんだよね。回線解約して新たに1万2000クーポン使って購入したって、これ事後報告だよね。回線解約したって、でもう回線解約したんだったら、それ受け取る拒否で戻しても、ねえ、回収したんだったら受け取り拒否になんないよね、確かね、なんないよ。うん？お誰か分かる人いる、これどうなったんだろう、影丸さんはどういう状態になってるんだ。これは楽天市場の注文だけしましたけれども、とりあえず購入したけれども楽天モバイルの注文がまだできない状態なのかな。だからできないよね、当然ながら この状態だよね。ねえ、だってでも回線解約してって書いてあるんだよな。回線解約して新たに1万2000クーポン使って購入してくださいって言われたっていうんだったら分かるけど、しただからね、あとしたで、謎が謎を呼ぶ影丸さん事件、どうなるんだろうね。そうなんだよ。であとこのおじいの事件ね、とりあえずレッドだけバッテンになってて、社員に受かって書いてあるんだよ。どうなんの、ね、おじいのお手足どうなんだろうね。本当レッドが入荷待ちだけど注文時にキープされてるのか、
俺でも行き当たりばったりの在庫管理だからマシなのか、そこ教えてほしい。ねえ、来ないんだよ返事が。はい、そんなわけでね、まあ、今回はね、出せない事情の、ね、方がね、もう一回じゃ開通してからじゃないとできませんよっていうね報告をいただいたので、ね、なるほどな、おじいもここちょっとうっかりしてたな、ほんとね、だ1回戦ずつしかできない、ね、そういうことなんだよ。だからこの技がね、でどの道ね、でもね、あの近いやついくつもいくつも、あの大体はこのキャンペーンコードと重複できませんので引っかかると思うから、まあ、そういうことは まずないと思うんだけどもね、これね、だから一度にだから家族の分とかさ、だから、まあ、自分で2回戦使いたいとか言っても、だから一度に2個は注文できないってことなんだよね、結局そういうことなんだよね。こんなわけで、まあ、今回はね勉強になりました、特攻いただいた方ありがとうございます、ね、でおじいのレッドは一体どうなる、おじいの審査結果は審査結果はいかに、ね、で影丸さんは最終的にどうなるんだね、そんなところだよね、本当ね、これはね楽天モバイルやらかしてくれるよな、本当ね。はい、今日は何曜日、金曜日だね、おじい金曜サスペンス、じゃかじゃんじゃかじゃんピーヨーでした。暇つぶしになった方はグッドボタン、またね、バイバイ。